ドドン。空が綺麗だな。今回はですね、 NSR を前回、まあ、この動画ねあるんだけど、 NSR のカスタムしますよみたいな感じでシートカウルをちょうどここら辺でね運んでた動画があったと思うんですけど、それがようやく完成したということだったんで取りに行ってるんですが、なんとですね、僕の NSR ちゃんがなんかちょっと壊れてたみたいで、時間がかかったのがそのせいだったんですよ。なんとエンジンの圧縮圧力がもう抜けちゃってしまってました。ということでね、今最強化してた際に NSR を取りに行くところです。その後はまあこのリード125っていうバイクもあるんだけど、これも一緒に預けていきたいと思います。なんで預けるかというと、タイヤ交換ですね。タイヤチッチッチーをね、交換カッカッカーンってやらないとね。では行くよ。今から最強化シーテンさんに完成した NSR を取りに行きます。何が変わってるかというと、まずシートカウルがかなり綺麗になりました。いいですね。そしてリアショックあるんですけど、リアショックがなんとオーリンズ、前回紹介したやつですねに変わりました。そしてエンジンはピストンリングっていう部品があるんですよね。まあここにこうつけるやつみたいな感じですよ。それも変えたので、それでどれぐらい変わったかな。あとはキスレーシング製のリミッターカットってやつもつけました。キスレーシング製のリミッターカットでだいたい5、6馬力もしかしたら上がるかもみたいな感じらしいんですよ。まあ僕の元々はリミッターカットをしてなかったので、リミッターカットをすることでだいたいそれぐらい上がるかもみたいな感じなので、ちょっと乗って体験してみましょうかね。じゃあ早速取りに行っちゃうよ。綺麗になった。やったー。あ、ちゃんとここにはまるようにもなってる。よし、ありがとうございます。よし、じゃあ NSR 早速直りました。よいしょ、足が上がらない。よいしょ、行ってくるぜ。わ、なんか変な感覚。あ、すごい、オーリンズのリアショックにしたからシート高が高い。シート高上がった。あとなんか RC バルブの動きが変わってる。全部ハイに行くようになった。 RC バルブがハイに行くようになりましたね。ずれてるのかな、これ怖いな。シート高高え。壊れてたっていうのがさっき言ってたと思うんですけど、あの圧縮が抜けてたんですよね。圧縮が抜けてしまってて、エンジンパワーがなくなってしまってたんで、圧縮圧力を復活させるためにピストンリングの交換を行いました。それとですね、あとフロントフォークのオーバーホールと、あとリアショックの交換。オーリンズのリアショック、柔らけえこれ。ふかふか、なんか高いソファーに座ってる感覚ですね。今までのだと安いソファーに座ってる感覚だったんですけど、まあこれ簡単なイメージですよ。今だともうなんか高いソファーに座ってるような、そんな感覚です。まああくまで感覚ですよ。いやー、変わりました。でこっからまた500キロ鳴らし運転が必要になるんですよね。500キロって大変すぎないか。まあとりあえず今回はね直しました。やっとですね。今回ほんとリミッターカットもしてるので、どうなったのか全く分かんないんですよね。果たして良くなったのか悪くなったのか、まあまだ回せないですからね。でもなんかリミッターカットしたことによってちょっとエンジン性能が変わった気がしますね。で乗ってなかったからかな。ということで近くまで来ました、鹿の島の。フロントフォークオーバーホールしたんですけど、やっぱりなんかこれが改善されないですね。見てもらったら分かると思うんですけど、分かりますか、ブル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 ってハンドルが。これがね、なんかひどくなりましたね。なぜかひどくなりました。なんででしょうね。全く分かりません。ステムベアリングも交換したし、フロントフォークもオーバーホールしたし、もうフレーム曲がってんじゃないのお前ね。えフレーム曲がり、フレーム曲がってる、うーんってやってる。リミッターカット、キスレーシングのリミッターカットを入れて、あとはね、ピストンリングを交換したんですけど、だからエンジンも触ってるんですね。だから工賃としては、工賃というか全部で10万円かかりました。10万円ってやつですね。見てこれ、これひどくない？あ、ブルブルならなかった。ということで、まあ10万円かかりましたね。高いでっちゅねー。まあでもね、仕方ない。 NSR ちゃんだったらね、いくらでもかけても大丈夫なんで。前回オーバーホールしてから今だいたい1万キロ走って、1万キロで圧縮抜けしちゃってるので、あれ
NSR メンテサイクルなんか短くなったなーみたいなまあでもね、これはね、ほんと個体によるしタイミングにもよるんですよね、ほんとだから何とも言えない。もうこれはね、僕の NSR だからこうなったってだけで、ほんと分かんないんですよねということで、まあ NSR やっと復活しました。イエーイ、やったー、パプ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 。お、矢沢じゃないか。ニコニコニー、あなたのハートにニコニコニー。いやでも NSR やっと治って嬉しいな。嬉しいな。オーリンズのリアショックに変えた結果を見てください。僕の足つきがつま先になっちゃいました祝つま先悲しい。唯一足の届いて僕サイズとか言ってたのにでね、やっぱね、でもまあなんか体感ですけど、ずっと乗ってなかったのもあるかもしれないですけど、速くなった気がする。まだ回してないけどね、速くなった気がしますね。いやー楽しみだね、飛ばせるのが楽しみだねフロントフォークもちゃんと効くようになってんのかな、手じゃ分かんないんですよねドリアショックはほんと柔らかいな。でこうハンドルがね、こんなすぐこうこんなに切れるのをどうにかしてほしい危ないよなこれ。フロントフォークオーバーホールしてリアショックも変えたけど、段差とか今の感じだとあんまり変わらないかな、わかんねえな。でもほら見てこれ、これがマジで気になる、これこけるって。いやー景色綺麗ですね。とりあえず志賀島のね中心部ぐらいに来てまいりました。いや、やってきましたよ志賀島。やっと NSR ちゃんがね治ったからね、ちょっとコーナーリング走ってみましょうか。ちょっとだけね、本当にリロビだからリロビちょっとだけよ。本当にパワーバンド入れずに軽く走りながらす感じで行ってみましょう。どうかな。あ、でも変わったな。あ、変わった変わった。リアがね、今まではドカ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 って跳ねてたんですけど、段差とか全然違うな。あ、でもやっぱショックでこんなに変わるもんなんだ。全然違え。あ、違う違う、ちょっとまあ似てるけどちょっと違うなちょっと違う。似てるところもあるけどね、フロントフォークはもともとこれ純正と変わんないんで、フロントフォークとかあんま変わんないんだけど、なんかでもちょっと違うわ。あ、そしてこの見てください、この景色バリキレイでっちゅうね。おなら、おなら。コーナーリング右コーナーとかも、あ、でも違う違う、めっちゃ分かりやすいマジ分かりやすい、これやばいかも。やっぱショックってこんな変わるもんなんだ、すげえなでね、ハンドルだけだなと気になるのは、マジ気持ちいい。これ進入でこうピタッて止めれるんですよ。なんか操作性が変わったかな。まあ今まだね回してないしね、速く走ってるわけではないのでまだ分かんないんですけど、それでも分かる、すごい良くなった。あとね、段差のね、この跳ねるやつ、これもね少なくなった、本当に少なくなった。今まではもう信じられないぐらい跳ねてんだけどまあなんせね5万キロぐらい、まあノーメンテではなかったんですけど、5万キロぐらいほぼまあノーメンテのフロントフォークにリアショックだったんで、まあ、それがね変わったら生まれ変わるよねそれ当然なで、このシートカウルもこれもうほぼ新品ですよ、ほぼほぼね、まあ全然新品ではないんだけど、ここはね民家だから飛ばしちゃダメですよ皆さん。お、バイバーイ。さ、ちょっとだけ開けてみますか、ほんとちょっとだけね。うわ、違う違う違う、あーやばい、これリアショック全然違え。あー分かる、これ飛ばしたら分かる、これ全然違え曲がりさ、なんこれ、まだね回せないんで、ちょっと回さずに、あ、やば、吸い付く、地面に吸い付くよ、やばい、これこれすげえ、あ、これすごいかも、あ、これやばい、え、全然違う、びっくりするぐらい地面に吸い付く。こうコーナーリング曲がるときにグーッとこう何も抵抗がなくこうやって曲がるんですよ、これやばあ、リアショック高い、リアショックってほんとすごいんだな。いや、猫柳さんありがとうございます、ぜひ皆さんフォローしてください。よし、で今日はねここにね誰もいないし自由なんで、よいしょ、降りてちょっと見ましょう。完成したいネサラがこちら、ドゥドゥこ
ントラードゥドゥあれ誰かなみたいな。これネサール、シートカウルがなんとこんなに跳ね上がってます。シャキーン、わかる、これ全然高さ違うの、今までと。今までのね、なんか上手い画像はないかな、こんな感じなんですけど、こうお尻すごい上がった、本当に上がった。これが本来の NSR って感じの形じゃない、超かっこいいねもうちょっと近づく、こんぐらいかな、超かっこいいねいやー、これよ、純正の証ってか、まあ僕のシートカルも純正だったんですけど、このガルアーム 250R、 これがねちゃんとした NSR の刻印なんです。ちゃんとした NSR のシートカウルのって言った方がいいかな、ちゃんとしたやつね。で、ここにあるのがオーリンズのリアショック。ヒューあね、正直に言うとマジで違う、全然違う、本当にいい。で、エンジンが悪くなってたんですよ、残念なんですけど、ピストンリングを変えたおかげで好調子に戻ったんじゃないかなっていうところで終わりかな、今回の動画は。あと何か聞きたいことあったらコメント欄にお願いします。何でも答えます。